絵図らき第2章。バビロンの王ネブカデネザルに捕らえられて、バビロンに移された者のうち捕囚を許されて、エルサレム及びユダに登っておのおの自分の町に帰ったこの州の人々は次の通りである。彼らはゼルバベル、エシュア、ネヘミヤ、セラヤ、レーラヤ、モルデカイ、ビルシャン、ミスパル、ビグワイ、レホム、バーナと共に帰ってきた。そのイスラエルの民の人数は次の通りである。パロシの子孫は2172人、シパテヤの子孫は372人、アラの子孫は775人、パハテ、モアブの子孫すなわちエシュアとヨアブの子孫は2812人、エラムの子孫は1254人、ザットの子孫は945人、ザッカイの子孫は760人、バリの子孫は642人、ベバイの子孫は623人、アズカデの子孫は1222人、アドニカムの子孫は666人、ビグワイの子孫は2056人、アデンの子孫は454人、アテルの子孫すなわちヒゼキヤの子孫は98人、ベザイの子孫は323人、ヨラの子孫は112人、ハシムの子孫は223人、ギバルの子孫は95人、ベツレヘムの子孫は123人、ネトパの人々は56人、アナトテの人々は128人、アズマウテの子孫は42人、キリアテ、ヤリム、ケピラおよびベーロテの子孫は743人、ダマおよびゲバの子孫は621人、ミクマシの人々は122人、ベテルおよびアイの人々は223人、ネボの子孫は52人、マグビシの子孫は156人、他のエラムの子孫は1254人、ハリムの子孫は320人、ロド、ハデデおよびオノの子孫は725人、エリコの子孫は345人、セナーの子孫は3630人。祭司はエシュアの家のエダヤの子孫973人、インメルの子孫1052人、パシュルの子孫1247人、ハリムの子孫1017人。レビ人はホダヤの子孫すなわちエシュアとカデミエルの子孫74人、歌歌う者はアサフの子孫128人、門営の子孫はシャルムの子孫、アテルの子孫、パルモンの子孫、アックブの子孫、ハタテの子孫、ショパイの子孫合わせて139人。宮に仕えるしもべたちはジハの子孫、ハスパの子孫、タバオテの子孫、ケロスの子孫、シアハの子孫、パドンの子孫、レバナの子孫、ハガバの子孫、アックブの子孫、ハガブの子孫、シャルマイの子孫、ハナンの子孫、ギデルの子孫、ガハルの子孫、レアヤの子孫、レジンの子孫、ネコダの子孫、ガザムの子孫、ウザの子孫、パセヤの子孫、ベサイの子孫、アスナの子孫、ネウニムの子孫、ネフシムの子孫、バクブクの子孫、ハクパの子孫、ハルホルの子孫、バズリテの子孫、メヒダの子孫、ハルシャの子孫、バルコスの子孫、シラセの子孫、テマの子孫、ネジアの子孫、ハテパの子孫である。ソロモンのしもべたちの子孫はソタイの子孫、ハッソペレテの子孫、ペリダの子孫、ヤーラの子孫、ダルコンの子孫、ギデルの子孫、シパテヤの子孫、ハッテルの子孫、ポケレテ・ハッゼバイムの子孫、アミの子孫。宮に仕えるしもべたちと
ソロモンのしもべたちの子孫とは合わせて392人。次に挙げる人々はテル、メラ、テル、ハレサ、ケルビ、アダンおよびインメルから登ってきたものであったが、彼らはその種族とその血統等を示してそのイスラエルのものであることを明らかにすることができなかった。すなわちデラヤの子孫、トビヤの子孫、ネコダの子孫で合わせて652人。祭司の子孫のうちにはハバヤの子孫、ハッコズの子孫、バルジライの子孫があった。バルジライはギレアデ人、バルジライの娘たちのうちから妻をめとったので、その名で呼ばれることになった。これらの者は系譜に載った者たちのうちに自分の名を尋ねたが見出されなかったので、よけがれた者として祭司の職から除かれた。総督は彼らに告げてウリムとトンミムを身につける祭司の怒るまでは意図聖なるものを食べてはならないと言った。回収は合わせて42,360人であった。この他にしもべおよびはしため合わせて7,337人、また歌う歌う男女200人あった。その馬は736頭、そのラバは245頭、そのラクダは435頭、そのロバは6720頭あった。種族の長数人はエルサレムにある主の宮のところに来た時、神の宮を元のところに建てるために真心よりの供え物を捧げた。すなわちその力に従って工事のために蔵に納めたものは金61,000ダリク、銀5,000ミナ、祭司の衣服100重ねであった。祭司、レビ人および民のある者はエルサレムおよびその近郊に住み、歌う歌う者、門営および宮に仕えるしもべたちはその町々に住み、一般のイスラエル人は自分たちの町々に住んだ。